京ヴェルディ所属、大久保嘉人選手です。見てたらやっぱ面白いんですけどね、メッシとかもすごいし。でもまあ対戦一回、ね、何回かしたことあるから。シックスパッドで腹筋鍛えてます。太田康介選手です。ということで、はい、名古屋グランパスの太田康介選手に来ていただきました。いや、最初から噛みすぎです。めちゃくちゃ緊張してる。いや、早かったです。名古屋グランパスの名古屋で噛んでたし。お久しぶりですという感じで、ちょっとそうです、ね、そうですね。和やかにやっていけたらと思うんですけども。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この自粛期間中、コウスケはいつも何をしてるのか。今この期間中ってことですね。そうです。ですね、今もグランパスはグループに分けて練習がもう始まってるんですよ。はい、だから、まあ、ヨシオさんとか関東圏の、特に首都圏のチームって、まだね、多分、グラウンド行けてなかったり、クラブハウス行けてなかったりすると思うんですけど、はい、僕たちは、まあ、少し前から練習始まってるんで、午前中は、まあ、いつも通り朝起きてからクラブハウス行って、で、トレーニングしますね。あ、じゃあ、その、少人数で集団にならないような感じでやってるってことですね。はい。だから、その、選手間の距離取ったりとか、まあ、練習着で行ってシャワーとかも浴びれないんで、言ったら学生時代と同じような感じで、そのまま汗拭きシートとかで拭いて着替えて帰るって感じですね。最初グランパスは自粛期間中は多分他のチームも一緒だと思うんですけど、ズームで全員つないで、まあ、オンライントレーニングみたいな感じでフィジカルコーチがなんていうホストになって、それで筋トレとか体幹トレーニングとかをやるっていうのがずっとあったんですけど、もうここ最近はグランドに行けて、まあ、みんなでは集まれてないから、はい、チームメイトともう全然会ってないですけど、でもまあ体動かせるだけでもね、やっぱ気分転換になりますね。だから結構やっぱこういうやることが限られてる時間をどう過ごすかっていうのが、それぞれの選手の今後を多分左右すると思うから、過ごし方って大事だなと思います。ちなみに今はシックスパッドで腹筋鍛えてます。シックスパッドで腹筋鍛えてます。無駄にしてない時間を。で、太田選手のその腹筋の話ならちょっと俺もうスパイダーマンが出てきちゃうんですよ。清水のね、あの時もしや見に来てくれてました。言ってましたよ、はい、ファン感謝で行きました。自分たちが想像してた以上にあのたくさんのねエスパルスファンの人たちがいて、マジでステージ出た瞬間超ビビりましたよ。僕あの太田選手と、はい、この動画撮らせてもらうっていうことで、YouTube あさってそれもう一回見ましたもん。まだ残ってるか。YouTube 上に残ってました。はい、あれをやった本当にね 2,3 年マジで後悔しました。あれもっとねその今みたいに SNS だったりこう YouTube とかももっと浸透してる時代だったら多分もっと拡散しただろうなと思って。そうですね間違いないです。でもなんかやっぱファンの人たちを楽しませるっていうところにテーマを置いてたから、なかなかその選手が普段見せない姿を見せようっていうところから、思いっきりアホなことしたいと思って。みんな覚えてると思います。いやそれは嬉しいわ。今度あのファン間でやったそういう動画っていうのを見せていけたらな。俺は若い頃こういうことして盛り上げてたんだぞっていう。あの時ブラジャーとかじゃなかったです。ブラジャーいいですよ。でブラジャーもこうやってつけて、でこの後ろのホックまでがそのここら辺の周りの筋肉で足りないから、外れてました。ホックとホックの間ゴムつなげてもらって、踊ってるとどんどん上がってっちゃって、そう乳首丸見えっていう。試合前のルーティーンってあります？はい、その前日からその試合までにかけて。これは若い頃はすごい気にしてたんですよ。まあ、試合時間にもよりますけど、必ず何時に寝て起きてから朝食も決まった朝食を食べてとか、で大体やっぱ試合の前日ってホテルになるんで、ホテルだとやっぱ出てくるメニューとかって全部一緒じゃないですか。でそういうルーティーン持ってたんですけど、あそれこそその決まった音楽を聴くとか、グラウンド入るときにどっち足から入るとか、いろいろ細かくやってたんですけど、5、6年前からそういうのもう一切やめて自然体で入れるように。
ルーティーンを決めすぎちゃうと、それができなかった時にちょっと不安になる性格だから、あ確かに、もう自然体でいるようにしました。音楽も聴く時もあるし、こうやってイヤホンつけながらラジオ聴いてる時もあるし、スタジアム行く時のバスとかももう爆睡してる時もあるし、だからもうその時によって全然変わるんで、今はもう特別なルーティンは全くないですね。それがルーティンかもしれないです。全くないっていうのは何も気にしないっていう。だからそうするとなんか気持ちがすごい楽になって、さっき言ったようになんか しなかったからちょっと不安になるとかそういうのもないし、よっしゃ今日も試合頑張ろう楽しもうっていうのが一番にあるから、なんかあんまりとらわれなくなりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、太田選手ってやっぱこれアーリークロス上げてるイメージあるんですけど、はい、2015年とかアシストをなんか2年連続2桁みたいな、あん時、まあ、あん時っていうか今もそうだけど、 J リーグってアシスト王ってないじゃないですか。いやそうなんですよね、隠れグランプリになっちゃうんですけど15年は多分1位だったかな。それで、うん、そのクロス上げてる時に心がけて蹴っているとは思うんですよ。そこをちょっと教えていただけたらなと思います。ああ心がけてること狙ってるとことか、はい、まあ、まずパッて自分が高い位置で持った時は味方の選手にも自分はクロス上げるよっていうのを普段の練習からずっと言葉でも言うし、紅白戦の中でも常に上げ続けてたんですね。そうなると試合始まった時に僕が高い位置でボールを持ったら、味方選手からしたら、あ、コウスケ持ってるから絶対上がってくるから中に入ろうってなるじゃないですか。はい、で、まずそのやっぱ信頼関係というか気づくのがやっぱ練習で一番最初にすること。で、僕が持った時に最初に狙うのはディフェンスと、ゴールキーパーの間のこのスペース。ディフェンダーの後ろってことですか？はい、ディフェンダーとキーパーの間ですね。そこをもうまず徹底的に狙うことを意識してて、まあ、ディフェンスもこう下がりながらだからこっちの後ろやっぱ見にくいじゃないですか。でキーパーも目の前のスペースだと出たいけど出づらい、ディフェンスの選手もこう戻ってくるし、その空間を狙うようにずっと意識してて、練習から蹴り続けることによって試合でピンポイントで合ってきた。でそういうシーンが2015年はもうめちゃめちゃ多くて、上げたら点入るようなフィーバー状態入ってましたね、あの時あの時は武藤よしのり、前田良一さんとか、うん、今代表入ってる FC 東京の橋本健人選手とか合わせてくれる選手が多かったんで、すごいやりやすかったですね。今アーリークロスの心がけてることってあったんですけど、はい、まあ、僕やっぱ太田選手のフリーキックめちゃくちゃ好きなんですよ。でフリーキックで心がけてることっていうのもやっぱあるんですか？フリーキックのポジションもそうなんですけど、まあ、そこから例えば狙うところに蹴るっていうのはもうこれは練習でしかないと思うんですよ。でやっぱ練習と試合で一番違うところって、その時の周りの雰囲気だったりとか相手の壁の高さだったりも全然違うし、まあ、その中でいかに冷静になれるか、リラックスして蹴れるか、キックの技術的なところはたくさん練習してきてるんで、そこには自信があるから、緊張せず自分の形で入れるかっていうところが結構一番で、振り返ってみるとゴールした時って変に余裕があって、ちょうどフリーキックで一緒に立ってるもう一人の選手とかと、結構やっぱ隣森重が多かったんですけど、森重選手と、いやこれ決めちゃうみたいな、これ決めたらなんか奢ってよみたいな、なんかそういうなんかもうたわいもないなんか会話をしてて、半分ふざけてるというか、これ決めたらちょっとあのゴールパフォーマンスするわとか、なんかそういう変な会話してる時って結構入ってることが多かったんですよ。逆になんかそれがリラックスで自然体で作れたりってことですもんね。はい、例えばファンのサポーターとかにおーみたいな感じでやられる時とかってあるじゃないですか、はいはい、嬉しいんだけどあれって自分のリズムで入っていけないじゃないですか、蹴るまでおーと。でも入ってる時ってそういう声が全くもう自分の耳に入ってないんですよ。なんかもうゾーンに入っててるような感覚で蹴れてるんで、結構いろんなアスリートにも共通しているゾーンに入る瞬間っていうのは、僕にとってはフリーキックの決まった時っていうのは入ってるなって感じますね。あるんですね。歴代ベストイレブンを教えていただきたいんですけど、今パッと答えられますか？いいですか？はい、はい、僕が思うベストイレブン